松島は長崎県の西園木半島の西1キロメートル沖の五島灘に浮かぶ島である。全域が長崎県西海市に属する。江戸期から昭和中期までは捕鯨と炭鉱で栄えた歴史を持つ。1981年に電源開発松島火力発電所が創業を開始した。西園木半島中央部の西大瀬戸町の瀬戸港の目の前にある。 周辺地域からも森林に覆われた小高い松島が西その義半島のすぐ近くにあるのが望める。瀬戸港との間は幅1トルほどの松島水道で隔てられ、3トル南には池島がある。また、島の周囲には小さな無人島や岩礁が多い。島の大きさは約3トル四方で、北側に小さな入り江が多いが、島の輪郭は円形に近い。 最高峰は、島の中央部にある園建山である。松島の名は、松林に覆われ、人家もないという王子の景観にちなむ。島の人口は約800人で、島の北側に鎌浦、西止まり、南側に外平、大田などの集落がある。北側に、電源開発松島火力発電所、フェリー発着所、市役所出張所、診療所、 小学校などが集中する。長崎県道199号松島巡環線が、島の海岸沿いを一周して、各集落をつなぎ、再開交通によって、路線バスも運行されている。吉原港、鎌浦港から、対岸の瀬戸港への航路江崎海陸運送、再開沿岸商船、再開市交通線がある。さらに鎌浦港からは、便数が少ないものの池島、 上浦港や大島、綿高校、佐世保港への航路もある。島への加強はされていないが、松島火力発電所からの大型の電線路が仮設されている。島にはかつて、松島小学校と松島中学校があったが、小学校は2013年に大瀬戸小学校に、中学校は1975年に大瀬戸中学校に統合された。生徒は、 船で大瀬戸小学校、大瀬戸中学校へ通学している。慶長の頃、鎌浦の五平太という漁師が松島北西の無人島である瓶島で嵐を避け段を取っていたところ、焚き火が黒い石に燃え移った。この燃える石はほどなく松島でも発見された。これが松島における石炭の発見と伝えられる。江戸期には、 大村半領で、遠県山には、名の通り町機構に出入りする、異国船を監視する番所が置かれた。1632年、細川忠都が小倉から熊本への国外となり、移動していた都市に、水父が松島を発見し、鎌浦に移住した。1695年には、深沢四五郎が平島から来島し、西泊まりを捕鯨基地とした。以後西泊まりは、 松島水道を往来するクジラを漁獲する基地として栄えていた。深沢余五郎の墓は今も西止まりに残る。1781年、島の北西部の串島で石炭採掘が開始された。1813年には秉島でも採炭が行われた記録がある。1913年に松島炭鉱株式会社が設立されてから昭和初期まで 島の石炭産業が最盛期を迎えた。この時期の島の人口は1万3000人に達した。しかし、1934年に炭鉱で大規模な落盤事故が発生し、作業員54人が死亡、炭鉱は閉山となった。小規模な採短は、以後も続けられたが、それも1963年に終わった。今も、三井松島産業株式会社と関連会社の、 いくつかに炭鉱の島、松島の名が残っている。旧四港跡。ここで落盤事故が発生した。捕鯨、炭鉱が振るわなくなった後、島に大きな産業は起こらず、人口の流出が進んだ。その折にオイルショックが起こり、エネルギー資源多様化政策が推進される中で、1981年に電源開発松島火力発電所が創業を開始し、日本で 初めて輸入石炭も使用した火力発電が行われるようになった。市町村は1889年の町村静止港により島全域で西園義郡松島村となった。その後は1955年に対岸の雪浦村、瀬戸町、大野持長村との合併で大瀬戸町の一部、さらに2005年の市町村合併による市政止港で再開始の一部となった。 園県だけより、松島火力発電所を展望。日本一小さな公園。ありがとうございます。